お世話になっております、マサルです。今回は BYOD について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず BYOD とは何か概要をお話しします。その後に BYOD 導入時に気をつけることについてお話しします。それでは始めていきましょう。 BYOD は Bring Your Own Device の略です。従業員個人が所有している端末を業務に利用することを意味します。 BYOD のメリットは、会社にとって設備投資を削減できること、従業員が使い慣れた機器で業務をすることで業務効率が向上することです。さらに、特定の機器に脆弱性が発見された場合、 BYOD の場合であれば利用する端末の種類が分散していることになるので、特定の脆弱性の影響範囲を小さくすることができます。一方、デメリットは、個人所有端末のため一元管理が難しいこと、そして脆弱性が見つかった時に一括の対応が難しいことが挙げられます。あとは、端末内にプライベートなデータと業務データが混在してしまうことも問題ですね。 BYOD を導入するためには、あらかじめルールの整備やセキュリティ対策を検討しておく必要があります。例えば、盗難紛失対策です。モバイル端末は盗難や紛失のリスクがあります。盗難対策として、第三者が利用しないようにパスワードを設定しておいたり、盗難されてしまった端末に対してリモートからのデータ消去方法の整備などが挙げられます。紛失対策としては、 GPS の通信機能を使った場所の特定、回収方法の整備が必要です。そして、セキュリティ対策としては、 OS やアプリケーションのセキュリティパッシュの適用状態の確認、利用アプリケーションの制限などを検討する必要があります。あとは、無許可の BYOD が社内システムに接続できないように、端末固有の情報と合わせて多要素認証を行ったり、 BYOD にデータを保存させない仕組みなどを検討する必要があります。以上、今回は BYOD について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんのおかげで書籍化できることになりました。本当にありがとうございます。これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきます。応援よろしくお願いいたします。それでは、おまけトークです。今回も過去問に挑戦してみましょう。 IT パスポートからの問題です。 BYOD の事例として適切なものはどれか。あ、い、う、え、どれが正解になるでしょうか。少し考えてみてください。それでは、正解の発表です。正解は、うですね。会社が利用を許可した私物のスマートフォンを業務で使用する、これが正解です。あ、いは会社から貸与されているので間違い選択肢。えは業務ではなく私的目的で利用しているため、 BYOD には当たりません。余談なんですけど、最近 IT パスポートの試験難しくなりましたよね。昔は BYOD って何ですかみたいな問題が多かったと思うんですけど、今はこの問題のように、どのような使い方が BYOD なのか、もっと深い内容を聞く問題が増えたように思います。どんどん求められる知識のレベル高くなってますよね。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。